皆さんこんにちは。リーデルブランドアンバサダーの庄司です。このワインにどのグラス、4回目となる今回は、日本ワインですね。僕も 大変大好きなワインの一つなんですけれども、秋田県でですね、こだわりの、日本酒やワインも幅広く取り扱ってらっしゃる、私も長らくお世話になってますが、業界の大先輩でもありますね、金徳卸総合センターの小西さんと、業界ではですね、親しみを込めてコニーさん、コニーさんと、呼ばせていただいてますが、このコニーさんがですね、北東北の、山ぶどう、山ぶどうと山ぶどう交配品種、3品種をブレンドして作る、ワイン、このチーフブレンダーを務めてらっしゃるんですね。今日はこちらのワイン、こちらですね、桜ワインロゼ、こちらをテーマにワークショップやってみたいと思います。このワインにつきまして、簡単にご紹介します。まずは、ブレンドブドウ品種ですね。裏のラベルに詳しく書かれています。すごいですね。まずワイングランド、これはですね、ホームページを拝見すると十和田湖樹海農園さん、で、栽培された、ブドウです。ワイングランドが 88.9%、 すごいですね。ここまでパーセンテージ書いてあるってなかなかないと思うんですが、でこれが主要ですね。もう 88.9% ですから、これが主要なんですが、もう2つ目が、国宝3号、国柄の国に豊かと書いて国宝3号、こちらは、同じ秋田県のですね、ホロハカントリーファームさん、山ぶどうの達人と言ってよろしいんでしょうか、佐々木さん、が栽培されていると、お話でしか伺ったことないんですが、鳥居をくぐった奥に、4ヘクタールほどの畑が広がっていると、鳥居の奥ですから、いわゆるこうもともと神域、要するに、パワースポットと呼んでもいいんじゃないかと思うんですね。そういう場所、こう農薬散布の影響もなく、できるだけ水源のこう上流の方でこう土地を探されて行き着いたと、伺ってますけれども、そちらで、栽培された国宝3号が 6.2%、そして、日本山ぶどうが 4.9%、このブレンドだそうです。醸造はですね、岩手の葛巻ワインさんと、僕も伺ったことありますが、大久保醸造長が、手掛けられていると、そして小西さんが、チーフブレンダーを務められて、今年も史上最高の出来と、いうふうにホームページにも書かれていますが、ワインのテイスティングノート、に変わるものとしてはですね、その金徳さんのホームページに載っていたんですが、オーストラリアワイン、そして日本の食などに精通されているスペシャリスト、このベン・ホルトさんという方が、この桜ワインのちょっとヴィンテージ違うんですが2011年、について、表現されている文章がありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。そもそも皆さんにこのお話を聞かせようと思ったのは、偶然このワインの2011年のヴィンテージに出会ったことがきっかけ。さくらんぼとイチゴの香りに、山ぶどう特有のメンソールの爽快な香味が合わさっています。小西氏の現在までの最高のヴィンテージと書かれていますが、2019年はどうもそれを超えたではないかと、いうことなので楽しみですね。アタックはほんのり甘く
しかしその甘さはすぐに消え、コクのある丸みを帯びた味わいが広がり、酸によってドライな感覚が最後まで続く。氷を入れてよく冷やして飲んだら、あらゆる日本の田舎料理と本当によく合ったというふうに、ベン・ホルトさんは語っています。そんな、桜ワインロゼですね、この桜ワインという由来はですね、その見た目の美しさ、ロゼの美しさもそうなんですが、世界で初めて、ソメイヨシノだそうなんですが、桜の花びらからこう取られた天然桜酵母で、醸造されていると、いうことで、この名前が付けられたそうです。でまさに、その土地の酵母、その土地のブドウを使って、その土地に生きる人たちが、作ったワインということで、そのキャラクター、どのグラスでどう楽しめるのか、どういう表情を見せてくれるのか、ワークショップやってみたいと思います。こちらわかりますかね、ちょうど後ろの、あの壁が白いんでお分かりいただけると思いますが、もう本当に綺麗な、僕もこう去年一昨年の記憶と比べてもですね、あ、ちょっと色味色調濃いな、感じます。本当にあのよくブドウが実ったんですね。でそんな色合いもやっぱりデカンタならでは、あのこのようにテーブル上でも楽しんでいただくことができます。今僕が持っているのはアマデオというですね、種類のデカンタの、ミニバージョンです。アマデオミニというデカンタで、非常にサイズ感もですね、ボトルと比べていただいてもこんな小さいんです。で、非常に持ちやすくて、で僕このデカンタ大好きなんですけれども、めちゃくちゃ注ぎやすい。あー、もうあのチェリー系の香りが、選んでみました。こちらの3つのグラスです。三者三様にですね、それぞれもうキャラクターの違う、この桜ワインロゼのキャラクターを楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。では、それぞれご紹介したいと思います。まずこちら側ですね、このグラス、パフォーマンスシリーズのシャルドネグラスです。まあ、従来のオークドシャルドネグラスよりも、若干ですね、こうすぼまりがちょっと強めになってます。こちらのグラスだとですね、この山ぶどうが持つすがすがしさ、メントール感というんでしょうか、まあハーベイシャスまでいくと強すぎる表現かもしれませんが、そういう清涼感が、非常によく出ていたと思います。でもちろんこの横長の形状なので、舌の上でワインがぐっと広がります。まあ、それによってですね、山ぶどうならではのこう豊かな酸味というのが、非常にしっかりと感じられる。でもともと今年はですね、あの従来の中口からやや辛口の仕上げになっている、より食中に楽しんでいただけるというような、あ、ブレンディングをなさったと、いうことなんですけれども、その部分が非常にこうより前面に出てきているんじゃないかなというふうに感じました。で、こちらですね、真ん中のこちらのグラス、こちらのグラスはパフォーマンスシリーズのリースリンググラスです。従来のリースリング系グラスの中では最も大きいと言ってもいいかもしれません。一回り二回り大きいですかね。その分ぐっとすぼまりがしっかりあるという点と、パフォーマンスシリーズの
特徴でもあります。グラスの内側にうねうね、波型がですね施されて、まあオプティカルインパクトと、名付けていますが、その表面のうねうねがあることで空気とワインの接触面積がぐっと出てくると、しかもそれなりの大きさも赤ワイングラスのグループに入ってもおかしくないぐらいの大きさで、すぼまりがしっかりあるということで香りをぐっと引き出して、でその香りをしっかり集めるという形になっている。で小さいとこうどうしてもこう窮屈になってしまいがちなんですが、かなり大ぶりな形でそのグッというすぼまりを、合わせ持つ、そんな形状になってますので、そうですね、そのメントールがちょっと後ろ引っ込む代わりに、このグッとしたすぼまりで、チェリー系、ベリー系、あ、どっちかというとベリー系かな、こうフレッシュなイチゴのような香りがグッと出てきて、そこにメントールの底系のこうスッと清涼感のある香りが、こういいアシストをしているというような香りですね。あー、いい香りですね。うん、このワインを表現されるときに、まず最初こうほんのりした甘みが出てきて、でその後、その甘みがさらっと消えてですね、さらっと消えて、いつまでもベトつかずにスッと消えつつ酸が豊かに浮かび上がってくる、そんな形の最初のこの甘み、果実味っていう部分、特に収量が、まあ、減って、すごくこう熟度も高いというブドウができた、収穫できたいう点が非常に反映されたキャラクターとして楽しんでいただけるのが、まあ、このグラスかなと思います。で最後の こちらのグラスですが、ピノノワール系迷ったんですが、こちらのオールドワールドピノノワールグラス選びました。ニューワールドピノノワールグラスとの違いは、この1センチの煙突型があるかないか、この下の卵型のシェイプはほぼ全く同じという、もう従来、スタンダードなビノムシリーズからあるスタンダードなピノノワールグラスですね。もう香りが柔らかい、これもうおそらくなんですが、このボールの大きさ、約、あ、もうこれ日本ワインのボトルですから 720cc、 4号瓶、4号瓶のサイズですけれども、これがほぼ1本丸々収まりきってしまうという大きさ、これによってですね、そのチェリー系、ベリー系、そのメントール系、この香りがバランスよくというかですね、バランスが取れていて、なおかつ柔らかい、ふわーっと開放系ですね、ふんわりっていう感じで、この桜ワインロゼの素晴らしい香りを優しくふんわりと楽しんでいただけると、うん、はい、この2つのグラス、リースリンググラスも、ピノノワールグラスも大きく説明すると下の先っぽに来るんですが、ここで感じる果実味のこうキャラクターが全然違います。もうこちらのリースリングはキュッと締まった酸をこう感じる果実のキュンという、酸味も含む果実味なんですけれども、これはですね、もう完熟した完熟した赤い果実系の甘みの部分がより柔らかく感じつつ、
後半でスッと3が出てくるという感じ。もうどちらも最初のアタックは果実の甘みがほんのり浮かんでくるという感じなんですが、そのキャラクターが全然違います。まあよりシャープでキュンとした感じ、明瞭ではっきりとしていて、で3もキュッと浮かんでくる、そんな感じでこの桜ワインロゼを楽しまれたい方はこちらパフォーマンスシリーズのリースリンググラスもおすすめです。ではなくてですね、もっとゆったりと、もう日本ワインらしい、山ぶどうらしい、こうしっかりとした芯、酸味、こうタンニンというかしっかりした、こうストラクチャー、ミネラル感というのもあるんですが、ありつつも日本ワインらしいですね、表面の柔らかさ、というのを感じさせてくれるというのがこのピノノワール、オールドワールドピノノワールグラスですね。どちらもいいですね。でさらに、お食事に合わせてですね、よりそのメントール、酸、そして、タンニン、そういったものをもっとグッと出したいという場合にはこのパフォーマンスシリーズのシャルドネ、すごくそういう側面を、非常にこう感じさせてくれるグラスでした。やはり今回もですね、3種類のグラスともこうつけがたい、もうこの桜ワインロゼの魅力を、さまざまな表情で、楽しみ尽くしていただける3つのグラスじゃないかなと思います。はい、今日ご紹介しました、こちら桜ワインロゼ、2019年ですね、こちらに関しての情報、またチーフブレンダー、小西さん、のブログなども、楽しく拝見できる、金徳さんのホームページですね、や今日選んだ、この3つのグラスにつきましては、下の解説欄に、参照 URL を載せておきますので、ご興味のある方はぜひ、ご覧ください。また、今後もですね、庄司が気になったワイン、どんなグラスが合うのかな、どんなグラスだとどんな表情を見せてくれるのか、ご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。今回も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。またこのワインにどのグラス、この企画でお会いできればと思います。それでは皆さん、さよなら。